超ネタバレ3分でわかるワンピース。忙しいあなたへ送るコミックス第61巻の内容をサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。このルフィからのメッセージを受け取った仲間たちは来るべき再会の日に備え、それぞれの場所で自らを鍛えようと動き出す。今の自分たちでは新世界に挑むのも力不足だから、一旦立ち止まって力をつける。それがルフィから仲間に宛てたメッセージ。そして再び集結する。2年後シャボンディ諸島で、ルフィはレイリーと2人無人島での修行を開始。相手の気配を感じる見聞色、ロギア系への対抗策となる武装色、そして相手を威圧する覇王色、その全てを2年で習得。これはきつい修行になりそうだ。こうして時は流れ、2年が過ぎた。続々とシャボンディ諸島に到着する仲間たち。みんな変わったなって、ブルック変わりすぎだろ。なんなのソウルキングって。ところが時を同じくして島には怪しげな連中が。麦わらの一味の偽物、全然似てないじゃん。そして我らがルフィもついに到着。絡んできた偽ルフィを覇気で一蹴と思ったら、違う、それゾロたちじゃないから。なんだか大勢の海賊がいるけど、これ全部麦わらの一味への入団希望者。しかしルフィは募集なんか。やっぱりお前かい。そこへ麦わらの一味を捕まえようと海軍が来襲。お前は戦闘丸、それにパシフィスタ。ニセルフィをあっさり見破った戦闘丸は本物のルフィをロックオン。襲いかかるパシフィスタ、それを高い一撃で瞬殺。2年前はあんなに手こずったのに。あ、ゾロとサンジ久しぶりって、こっちもつれー。どんだけ強くなったのあんたたち。見送りに来たレイリー、別れを告げるルフィ。この決め台詞2年ぶり、ついに麦わらの一味全員集結。2年ぶりの再会を喜ぶ仲間たち。さあ麦わらの一味の冒険はここから再び始まるんだ。まずは巨人島に向けて出航だ。しかしそんな彼らを背後から伺う怪しい影が。